兵庫県民家は1947年に日本国憲法の交付を禁令して兵庫県が制定した県民家である。ただし、制定主体の兵庫県は2014年まで兵庫県民家の存在はもとより、過去にこの兵庫県民家を制定した事実をも否定し続けていた。作詞、野口武史、作曲、新次清氏 作詞者の野口武史太平洋戦争終結の翌1946年、感染第32代兵庫県知事に任命された岸田幸雄が日本国憲法の交付記念事業として県民化制定を提唱し、歌詞の募集が行われた。宮城県と河北新報社の共同事業として、歌詞の募集が行われた2代目の県民化、輝く郷土や、 連合国軍最高司令官総司令部から東京都長官への干渉により東京都下の制定準備が進められていた動きに、こうしたものではないかと見られている。岸田知事自らが委員長を務める審査委員会が全国から寄せられた720十編の応募策を審査した結果、有馬軍、生瀬国民学校教員、 野口氏の応募作が一等入選で採用されたことが1947年2月19日付の神戸新聞で発表された。入選作の他に佳作10編が選ばれており、そのうち1編は映画監督で当時は失業中だった中川忍の応募作である。作曲は県からの依頼により東京音楽学校講師の新次清氏が手掛けている。 5月3日に兵庫県議会議事堂で行われた日本国憲法施行記念式典では県立神戸第一高等女学校生徒によりこの兵庫県民歌の合唱が行われた。5月8日には神話高等女学校行動で県民歌発表音楽会が開催され、4月の統一地方選挙で改めて公選初代知事となった岸田知事の県民歌制定の意義と、 その普及を願う挨拶及び、審査委員を務めた詩人の富田彩花による歌詞の解説、宝塚音楽学校還元楽団の演奏、参会者全員による斉唱が行われた。1994年に刊行された富田彩花資料目録第3週には、県民化選票、と題する奏功がリストアップされていることが確認できる。また、2001年に刊行された、 神戸新聞重要紙面に見る兵庫の100年では、1947年の使用見出しで2.19兵庫県民歌決まるが取られている。岸田幸夫子の兵庫県民歌は近畿地方で最も早く制定された県民歌であるが、現在では全く演奏されていないばかりか、制定主体であるはずの兵庫県は昭和40年代以降、県民歌は存在しないと主張し、 岸田知事時代に県民化を制定した事実をも否定する見解を2014年まで取り続けてきた。制定から20年後の1967年に刊行された兵庫県百年市にもこの県民化に関する記述は一切見当たらないが、逆に兵庫県民化の廃止が宣言されたという記録もなく、ある時期に突然存在しないことにされたかに見える。 その理由についてはこの県民化の制定を主導した岸田が1954年に持ち上がった県庁内の裏金疑惑を機に副知事の吉川里氏と対立し捜査集結後に県政混乱の責任を取るとして臨んだ同年12月の出直し知事選挙で岸田、吉川が共倒れとなって社会党推薦の坂本マが当選し革新県政が樹立されたことが一つの契機となって いるのではないかとの見方がある。兵庫県民家の旋律は2015年12月31日に著作権の保護期間を満了した。なお、兵庫県民家と同じ1947年の制定とされる神戸市立本庄小学校の校歌は作曲者不詳とされているが、その旋律は新次清が作曲した兵庫県民歌とほとんど同じであるとの指摘がなされている。 2015年、神戸新聞社の取材で、兵庫県公館の公文書館部門である県政、資料館に、小磯良平が表紙画を描いた、兵庫県民家の楽譜が保管されていることが明らかになった。同社の取材に対して、健康法家は、新聞記事などから県民家は存在したと見られるが、関連する公文書があるかわからないと回答し、県民家の存在及び、また、 同年8月には1974年に開館した、明石市の兵庫県立図書館でも、県政資料館にあるものと同じ楽譜が所蔵されていることが明らかになったが、2004年の時点では館内において、この楽譜の存在は把握されていなかった。ありがとうございます。